山田キングです。さあ今回も始まりましたラブパッチラブスローでございますけども、今回はラブパッチラブスローイン石川ということで、今回お店がですね DSD 小松大将軍となっておりまして、この方と今回はラブパッチしたいと思います。それでは登場してもらいましょう。こちらからです、どうぞ。よろしくお願いします。パスロフィッショーガイドのミスターロッケタこと赤坂天杯です。天杯さん、今回のゲストは赤坂天杯さん。パチスロ必勝ガイドの編集からライターへと転身。好みの機種はズバリ波の荒い機種で、切りつくような勝負が好みなんだとか。己の理論と解析数値にこだわり、常に納得のいく立ち回りを心がけているとのことです。ガイドが誇る今やガチプロのガチプロ、おーとにかく激しい男だと。いやもうみんなそういうわけじゃないですか、激しいとか荒いとか、はい、いや本人そう思ってないですか。いやもうほんとみんな言ってますよ、あの男荒いっつってとにかく突っ込んで、まあ、出す時もすごいけど突っ込み方も半端ないと。そうですね、ああ信念がありますんで、信念これだったら勝てる。あ、信念のもと突っ込んで。そうです、これだったら勝てると思ってる台に突っ込んでるだけです。なんでね、今日はね、はい、僕も荒い台好きなんですよ。はい、オキドキとかハーデスとか、はい、ミリオゴとか好きでしょ、はい、僕もそういうの大好きなんですけど、正直負けてるんですよ。あ、マジですか。ま、いや、オキドキは、中身知ってれば大丈夫ですよ。中身がね、ふわふわしてるんですよね。それダメです、一番。でしょ、はい、そこが一番ダメなんですよね。ダメです、ダメです。なんで今日赤坂天杯に、はい、ちょっといろいろ教わって、はい、勝ち方を教えてほしいというか、なんていうか、荒い台での勝負の仕方をみっちり仕込んでほしいんですよ。今日はもう本当お任せするんで、はい、もう打つ棋士も何もお任せするんで、僕を引き連れなきゃいけないんですけど、はい、2人並んでっていうのはマストですけど。あ、それ結構きついっすね。そこなんとかするのがほら、はい、ね、そういう縛りがあった方がさらにほら興奮できるかもしれないでしょ。興奮するのが好きなんでしょ。いやいや、そんな人のファンのド M 男みたいに扱わないでくださいよ。そうでしょう。でもなんかその感情の起伏を味わいたいタイプでしょ。まあそれはありますね、はい、はい、朝一はとりあえずどうしますか。もう回転しますけど、まあ朝一はちょっとリセットの旨味があるから、そうね、オキドキからスタートした方がいいですね。やっぱオキドキですかね。そうですね。じゃあまず朝一はオキドキからスタートで、はい、どうなるか分かりませんが、はい、じゃあラバチに行ってみたいと思います。はい、今回の収録ホールは石川県小松市にある DSG 小松大将軍。パチンコ360台、パチスロ144台を設置。お客様の声を大切に。人気シリーズは常に大量導入で、連日元気に営業中のホールとなっています。データ機器にはビグモプレミアムを設置。 15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。サイドランプにもこだわった演出で分かりやすいコーナー案内。28日間のスランプグラフ、当日の細かい夕霧歴、大当たり結果の集計表示など、データの量も満載となっています。 DSG 小松大将軍は前台に拡大係数機を設置し、通路も広々。筐体上部のデコレオには持ち玉が表示され、色の変化で視覚的にも楽しめる仕様となっています。充実の設備が整った遊戯空間にぜひ遊びに来てください。これ25ですね、はい、これ25ですよね、はい、30杯コーナーにもあるんですよ、時々。あ、そうなんですか。今なら30杯でもいきますよ。30杯の方がついてますね、なんとなく。30いきます。30いきます、30いきます30いきますって言って移動してたらもう埋まってたりしてね。いけるかな。まあ、やっぱこっちの方が回数すごいですね。ついてる。本当だ。じゃあ30杯のおきどきで朝一は行きたいと思います、はい、さあということで今日は、はい、赤坂先輩さんとこちらまずはおきどきから打ちたいと思います、はい、おきどきはもう、おきどきはもう、オキドキングって自分で言ってますからね。オキドキングと言われてる男ですから、はい、まさか一緒に打てる日が来るとはっていう感じですけども、はい、そうですね、じゃあとりあえずね、はい、打っていきたいと思います、はい、それでは実戦スタート。
朝一は朝一はやっぱりリセットからのチャンスモードに行ってるかどうかですよね。チャンスモード行ってたら200ゲームが天井ですよね。200ゲーム天井です。まあでも200ゲーム行くのはほとんどないですね。もう60分の1から80分の1で当たるんで、はいはい、あまあ気分的には50ゲームぐらいまでで当たってほしいですね。やっぱハマればハマるほどリセットのモードじゃない可能性が高くなってくるんで、まあ、1000円で23しか回らないんで、はい、まあ、2000円で叱ってくれないと怖いって感じですね。最初は赤澤さん、ここ知ってますこれ。え、これメニューを押すじゃないですか、はい、メニューを押してみてください。メニューを押すじゃないですか。で次メニューを押すんですよ、はい、でマイデータっていうのがあるから、マイデータを押すと、はい、開始になるでしょ、はい、で開始を押すと自分が打ったやつだけを記録してくれるんですよ。マジですか。で帰りにスマホで持って帰れるんです、データを。え、そんなんできるんですか。なかなかやるでしょこれ。っていうか進化しすぎじゃないですか。そうですよ、使ってくださいこれぜひ。いやでも自分がどれだけ負けたか分かっちゃうじゃないですか。いや勝ってるでしょでも。いやまあ一応は勝ってますけど、最近調子悪いですね。やっぱ最近調子悪い。やっぱみんなおきどきのことを知り始めて。あ、やっぱりまだそんな浸透してない頃は美味しかったですか。いやそれはもうライバルが多くなったみたいです。朝一から打つんですか基本。いやまあお店の癖を知ってるかどうかですね。なるほど。全部リセットかかってるって信用できるんだったら朝から打ちます。あ、やっぱりリセットかかってる店は美味しくて朝から打つんですね、はい、もういきなり横が横も横も当たってますけど、てか結構ついてますね。セット3分の1なんで設定変更しますよね。3分の1でチャンスゾーン行くんですよね、はい、もう5台ぐらい経ってますね。俺ら2人して外れてるんですよ。赤坂龍和寺朝市2000円でとりあえず様子見て、はい、当たったら続行、当たったら続行、はい、当たらなければちょっと移動して、移動します。周囲の勢いに出遅れた2人は早々に移動を決意します。当たんないっすね。いやまだ早いって、まだ早いって。いやもうこの辺でもう危ないですよ。まだ早いって。そうか、スイカで光らないとかも。そうですね、チャンスモードにいればジェリーもスイカもボーナス当たる可能性がアップするんで。そうですよね。これで次の移動先も引っかからなかったらお前ら何してんだって話じゃないですかこれ。いやでもそれしょうがないですよ。しょうがないね。しょうがない、それがおきどきですから。そうですね、スタッフさんすいませんね本当に。スタッフがね毎回セッティングしてるんですよ。申し訳ない申し訳ない。今回は一風変わったガチな感じで進行していますからね、その辺はスタッフも理解してくれてますよ。もうどういう打ち方をしてるかを間近で見たいっていうのが僕のテーマなんで、いやもう本当普段の自分の移動のタイミングでいいですよ。だから僕を置いてくるのだけはやめてくれっていう条件のもと、はいはい、立ち回ってもらうということで、はい、分かりました。本当に早々に3台目からも移動を決意。やめてないやめてない、後で戻ったら全部当たってるってことないですよね。いや全然あります。よくあります。こういう台ですね。なるほどね。朝一16ゲームで当たってます。16ゲームで当たってレギュラーでやめてる、はい、モード B にいる可能性が高いってことですね。高いですね。ああいう台はもう積極的に打った方がいいです。ここに僕を置くっていう条件だけは守ってもらうんで、はい、あの台はダメってことですね。ハーデスは、はい、まあ、朝一は設定変更してやるかどうかですね。まずはだからまあ出目見て、はい、液晶の出目が強ければ、うん、押そうかなという感じですかね。ちょっと設定分かるまで。お、下段。ハーデスは2万枚出したことあるんでしょ。ありますね。ね、下段ですなのか。2万枚ってどうやったら出るんですか。2万枚ゴッド5回引いて、ゴッド5回、2万枚出たんですけど、はい、一撃で、はい、一撃、はい、一撃です。すごい。一撃で2万枚出た後にこれ設定ちょっと知っときたいからその後打ちましたから。なるほど。で流したら2万枚なかったです。なかった。そこでもういいやってやめないですよね。なるほどね。ドキドキの方もチェックできますからね、ここは。いいポジションです。2人にぴったりのポジションですね。ですよ、ここ。構成っていうの見方としては重要にしてるのは何ですか。重要ですよ、
まあモードイコールですね、ハーデスの場合は、まあ、上に行くかどうか。そうですね、通常モードから上に行くか下に行くか、それとも当たるかっていうのが基準ですね。まあハーデスは6分かりやすいですね、だいぶ。もう上に上がってすぐ当たるイメージですよね。そうですね、っていうかもう上に行く間にもう当たっちゃう感じです。なるほどなるほど。いやハーデスは本当見切りがね分かんないですよね、いつも打ち始めたはいいけど。まあでもモード移行が見抜けないっていう人でも、まあ400ハマったらやめていいと思います。400ハマったら、いや本当そうです。まあ捨てることもありますけど、この設定一つの基準にはなると思います。400余ったらもうやめるっていう。ということは高設定だと400以内に当たる。いやもう全然多い、はい、そう見込んでいいってことですね。特に6は、はい、6はね、5は逆にもう4桁普通にハマります。なるほどなるほど。やっと通常の出目が出てきました。234こっから当たるか、上に上がるか、下に落ちるかっていうことですね、はい、で高設定だと当たるか上に上がるか、当たればもう 6コース、あ通常からね、そのまま当たればモードが上がっただけだと、うん、まあ打ち続けていい、はい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 、下に下がったら、まあ、奇数っぽいからやめるみたいな。なるほど、分かりやすい。なんか例えば中段リップとか引いて、はい、上がったら、うん、まあ偶数かなぐらい、うん、モード上がっただけでいいです。上がっただけで当たらなくていいです。勉強になります。そういうことね。あら何、とりあえず天国準備には行きましたね。上がったってことですね。準備上には今あオール2の畳目、はいはい、わあこれは天国準備場。はい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 、なので来たよ。続けてもいい理由になってます。なるほどね、偶数の可能性が高い、高くなりました。ちょっとここからの挙動に注目ですね。おー、なんかいた。あー中段来たな。風お、俺はもうさすがに上がりましたね。高設定であれば当たってくれないと困る場面ですね。チケダン来たな、引いてさらに風、これはさすがに当たってるでしょう。いやこれ逆に透かしてたら危ないっすよ。一応、これ上がりきってない、これも上がりきってなかったらやばいっすよね。そうっすね、天国ジムに上がって落ちて、そこから中段キラーの引いたってだけになっちゃいますね。何があってもおかしくない。あー、まあ、そうっすね、もうモードがごちゃごちゃになってますね。今中段キラーで通常まで上げたんです。あー、かしご、まだ天国準備まで上がって落ちて中段下段引いてなんかモヤモヤ引いてまだ準備に上がってますね。なるほど、とりあえず今準備した、はい、だから通常を2回経由して2回とも天国準備に上がってるっていう状態 でとりあえず打ち続ける理由にはなるけど、そうですね、全然大丈夫。いやでも気分的にはすごい嫌です。さっきのね、あのタイミングで中段下段引いたからね。そうですね、あれ当たってないと、あれは福祉止めとかないといかない。今日はいろいろ使ってるな、ほんと。そうですね。おっと、大きなの3連おっ、来た。演出なし。あ、惜しんじゃってる。あ、惜しんじゃう。下段は引いてた。3分の1ぐらい、うん、3分の1ぐらい。あー、あー、ちょっと爪が甘い、今日は爪が甘い。3分の1引けないですね。お気力といい、ハーデスといい。あー、出た、こういうことや、こういうことや。意地悪しよるんですよ、こうやって。合ってれば5連でしたね。あ、あら、ヘルゾーンに入りました。でもヘルゾーンに入ったってことは、うん、さっきのキラの3連はもう当たってないです。あ、そうなんですか。はい、否定です。あ、そういうことなの。もうダメです、これは。だからこれ当てなきゃということや。つまりこれを当てなきゃいけない。なんとかものにしておきましょう。黄色なら全然ありますよね。うい、なんか演出欲しいな。さあラスト、転廃しない方がいい。いやー、やばい。継続するか。あー、終わった。あー、早い、3枚目、3枚目、早い。
A でも普通じゃないですか。まあまあ普通ですけど、この収録の時のペースでいったらとんでもなく速い。おかしいとんでもなく速い。いやだってお気どきが光らないんですもん。そうですね、お気どきの野郎が俺らに光をくれなかったっすね。そうですね。いや俺のせいじゃないですか。いやいや今どこにいるのこれ。っていうか当たりました。なんか我々何にも当たってないですか。何にも当たってない。やばいっすね。何にも当たってない。その後400ゲームのゾーンでヘルゾーンに突入するも、ここも活かせず、まだまだ苦しい展開が続きそうです。ちょっと見ます、他の台も。そうですね、はい、後ろ姿がもうなんか凱旋気になる。凱旋が気になったの。凱旋が気になったな。あの男をホールで見かけたら気をつけてくださいよ。いろいろ狙ってますからね。悪い男に、ほら悪い男にさ、あれほらもう後ろ姿が、後ろ姿が悪いでしょ。あれ狙ってますよ。いやこれ何台目だ今日。4台目か。4台目ランパチ史上初、前半で4台目っていうか当たらない。オキドキはマジでもうメンタルの勝負なんで。メンタルとお金の勝負なんで。おい、あチェリーから。チェリーだったらビッグ確定。え、チェリーだとビッグ確定。ビッグ確定。マジで。で、フラッシュはノーマルですね。これがあ、じゃあチェリーじゃなかったってことです。あ、逆チェリーで当たったんではないと。そうです。あ、前のゲームチェリーだったんですけど、はい、これ引いただけってことですね。そうですね、はい、そうなんだ、はい、よし、早い。大チャンスじゃないですか。大チャンス、いいな、羨ましい。旗当たりおめでとうございます。早い、前半初の当たりが。ついに、ついにやっと。いいんだ、いいんだ。あー、いいな、俺も引きたいな。今日朝一73ゲームで当たって、これがリセットのチャンスゾーンで当たってれば通常 B に行ってる可能性が高いと。はい、で今この462ゲームで当たって B にいての当たりだったら 50% で天国に行くという、ね、最低 50% です。お願いしますよ。はいはいはい、任せてください。いや、そこが光らないと俺にも影響してくるんで。なんでここがリセットじゃなかったら、ここもリセットじゃないから分かれてくるんで。俺にとっても大事なところです。しれっと周りのお客さん見てますよ。いやもういや本当にライバルの挙動が気になるところ。俺みんな見るんですよ、やっぱドキドキはね、見られてもいいんだよ。そういう遊びですもんね。見てもいいし見られてもいいんだよ。お客さん同士でやり合うっていうのがこれね。そう、あーやばい、ラストナイス。ああ、いうことはどこにいるんだこれ。もう分かんないっすだから。もう分かんない。バケだったから前回が、はい、そのビッグ確定の時、あ、ビッグの時に特殊点滅とかあるんですけど、はいはいはい、バケだともう特殊点滅ないからほとんどないんで、ヒントがないってことですね。もうそうです、ヒントがもらえないです、バケだと。どうしたらいいの俺これ。いやもうどうしたらいいという選択肢はないです。考える選択肢はないです。もう座ったら最後です。なるほど、オッケーオッケー。毎日こんなことやってるんでしょ基本。そうですね、早死にするよマジで。いやまあそれは間違いない。気をつけな。いや本当思いますそれ。寿命を削って打ってますね。ヤマキンの後を追うように赤坂さんにもなんか全国大会みたいなやつに出て、ああ、チェリーで光りましたよ。よそ見だほうです。よそ見だほう来た。あ、ビッグ確定です。あ、なるほど、一角がこれ、はい、あとからこう、集団ないじゃないからね。そうですね、来た。さあ、これ勝負どころ。でもノーマルフラッシュでしたね。ノーマルフラッシュ危ない危ない、そんなに出る。でも危ない、いや、通常 B だと6分の1で出るんですけど。あ、6分の1。いやいや、まあ全然3分の1いけなかった男が6分の1いこうと思っていけないから。朝の3分の1をね。もう今日は何起こってもおかしくないんで、僕の場合。来た、あ、早い。あ、337拍子ですねこれ。でピックはピックは確定してますけど、うん、次回のモードはちょっと分かんない、認得できない。337拍子。え、ピック確定。いや、ピック確定です。あ、ピックじゃなかったら
80パールーム以上です。もし負けだったら。いや、これはまだどっちもあります。あ、そうなの？ PR 教室です、それはまだ。バケがドタカメ。あ、はいはいはい。特殊点滅でバケだった場合は、もうドキドキモードだっていうね。ちょっとやめてよ、もういろいろ。もう。そんな時々いらないよ。早かったっすね。早かった。よかった。これは楽しかった。これでまたやめられるチャンスが。ドキドキをもう打ち込んじゃうと、もうやめれるって思うのが一番気持ちよくなっちゃうんですよ。ベンチャーしてよかったじゃなくて、やめれるって思っちゃうんですよ。そこまでして打つ代価だよ、本当に。まあ、仕事ってそんなもんじゃない気がするけど。まあでも、4号機の時よくあったよね。吉宗とか座っちゃって。はい、ああやっとやめれるっていうのが分かるし、その感覚もある。でもそういう台には名機が多いんだよね、やっぱり。そうですね、やっぱそれだけ中毒でハマってる人が多いことですね。何やと思われ、2人とも当たってるという映画撮れましたね。そう、撮れた。これで2人とも天国に行けば一番美しい。もう一番すごい、うん、ありえるからね、この状況だと。あります、全然あります。天国編集でしょ。そうです、編集最初は、ね、これは就職として編集したの。いや、就職、まあ就職半分って感じですかね。僕ライター仕事なんで、最初からは。あ、最初は、まあ編集やってみないって言われて。あ、なるほどね。まあ潜り込めるんなら、はいはい、最初はやっとくかみたいな感じですね。で、まあ流す時しないわけですよ。こうやって毎日パチスロ打ってる人が朝毎日電車に乗って流す時に、全然いい。1年半ぐらいでやめました。もう赤坂さん無理やわ。まあ言っても編集部結構ねえ、はい、いい加減な人も多いけど、はい、それでも無理だと思うわ。みんなでも期待してるよ、なんかいろいろ。赤坂に行った時、視聴ガイドまた新たに上に上げてくれんじゃないかって、ああいうやつが現れると。マジか。まあ今なんだかんだ破天荒の人あんまいないですか。いない。結構みんな真面目な人が多くなったから、でも本当一緒に来るって本当はおかしな人の集まりじゃないですか。初めね。おかしな人実際多いけど、最近はなんていうのかな、結構ちゃんとみんなしっかりしてきちゃって、確かに破天荒が一番言葉として合うけど、でもちゃんとプラスにしてるのがすごいよね、それで。なんだかんだで。まあそうですね、おかげさまで、なんとか。僕の代は、朝一39ゲームに当たってるんで、まあ、山野さんより早いです、うん。で、同じ条件、お店が全部リセットされてるっていう考えると、こっちの方が通常 B になってる可能性は高いです。39と73なんで、早ければ早いほど、リセットの方が高まりますよね。で、ビッグを引いて、ビッグ引いて、今日2回目の、まあ、3回目のボーナスですね、朝一から。一度も上がってません。いやー、もうあるな。いや、でもノーマルフラッシュだったから、ちょっと怖いんですよね。もうここで外しちゃうと、朝一がもう A だったって可能性が。ああ、そうか、そうなるのか。かなり 50% 2回は結構ないですよ。そうか。それは同じことです、このダイブも。よし、行きますか。行きましょう。はい、ベンちゃんに向かってよーいドン。なんなんこの32ゲームこれ。もうやめてほしいよマジで。あーやばい。いやめてあ、しかも俺チェリー引いちゃった。天国モード中のチェリーはちょっと当たりやすいとかあります。8番のチェリー変わんないです。はい、ない。大丈夫本当に。これはダメだ、やばい。怒りしてはない。いや、まだ大丈夫。よしお酒です、お酒です。これはもう天国と考えて。もう考えるしかないですね、ね、20ゲームは。そうね。こうなると、どこまで連チャンさせれるかっていう。そうですね。奇数なら 75% で最低。そうか。そうか。最低でそれだもんな。おい、バケか。バケはね、危ないんですよ。何危ないって。通常 A と B だと、ビッグとバケの比率が1対1なんですけど、はいはいはい、天国中は7-3になるんです。あ、そうか。ということはバケが出てきた瞬間に、まだ通常の可能性がちょっとある。通常で早めに引いただけの可能性があると。マジ、もう考えれば考えるほどもうね。いや、やっぱね、完全に推測できないで、ね、やっぱなってるね、これ。うまいな。20のバケはちょっと危ないです、だいぶ。
化け単発だったらちょっと追うかな、どうしよう、すごい一番これ悩むパターンです、ね、なるほど、プライベートでもこれが一番リアル、遭遇したくない、にないか、あどこだマジで、いつになく真剣に考えていますね。最初が通常にいたとしてサンスルーですよね、これでね。そうですね、となると打つしかなくなるんだよな。打つしかないですね。もし8分の1が収束するならだいぶ早めに来てくれないと。今のところ見てる人も、あー出た、ここも天国確定、次回だ、よっしゃ、よし、素晴らしい、ビッグプラス、素晴らしい、負けだったらドキドキモード以上、まあ、とりあえず天国城確定、あ、負けドキドキモードですよ、マジで俺やね、赤坂全敗たるゆえはここやね。80敗以上です、最終的に何とかしてくる男やね、いやー第4枚目入れましたけど、午前中で、素晴らしい、いやよかったよかった、形になりましたよ、なった、この次の次まで確定しました。あ、そういうことか、はい、次回ドキドキモードなんで、なるほどなるほど、あー気持ちいい、絶対長生きせんと思うわこの人、ね、絶対長生きせんわ、ほんと人の一生分の興奮をギュッとこう味わってきてるよ、そうそう、問題こっちですよ、もうどこまで行くかやな、なんとかこの連チャンが終わるまでに俺も天国に入れときたいな、お願いします、3倍ハマり、3倍ハマり、チェリー行ってこい、天井行っちゃうね、天井、天井に行くと振り分けが1対1になっちゃう、あ、1対1になるんだ、32ゲームだけ、あ、そうなんだ、はい、ノーマルフラッシュ、あやっぱり来ました、 80% から 90% に上げるのはどうしたらいいの、まあ、一番手取り早いのは中断試合に行くのが一番手取り早いですけど、その他のルートだと、まあ、ほとんど上がんないですね、1回 80% からスタートしちゃうと上がんない、はい、確定チェリーとか確定薬 2A を引いても確か 6% ぐらいしか上がんない、うーん、なるほど、だからもうフリーズで上げちゃうか、ドキドキモール大会中に中段チェリー引いて無理やり上げるかぐらいしかないですよ、ね、いや逆に分かるとプレッシャーですよね、ああ今俺 80% にいるわーってプレッシャーになるんですよ、ね、知らない間に連チャンしてほしい、そうか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 、気負っちゃうよね、 80% なのにこんなに早く終わったみたいな、そうそうそう、ね、あちょっと待ってください、はい、前半がいろいろありすぎて、前半がここで終了ということで、はい、残した状態で、はい、前半ここで、はい、じゃあ終わりたいと思います、後半まだ連チャン1回は絶対するんだよね、そうです確定します、はいはい、という状態で終わりたいと思います、はい、スローってこんな疲れるもんでしたっけ、本当にちょっと疲れ方が尋常じゃないですけど、そうっすか、早くちょっと動きすぎました、いや動きすぎたのもあるしね、はい、もう感情の起伏が今ねもう本当に、いや問題はこっからなんですよ、ただ、はい、問題こっからですよね、でも本当にこっからですね、はい、ドキドキ入れてこの連チャンが終わったらプライベートだったら、はい、もうやめますね、やめますよね、はい、ただ今日ほら引きれちゃってるから、はい、いや上げてくださいよ、本当お願いしますよ、一応見繕ったんですから、太陽本当にだからね、僕が上がるまで打つのか、はい、それとも諦めるのか、もうその辺もお任せ、いやいや、それは許しませんよ、許せないです、僕は僕自身が許せないです、もう座ったんだな、はい、責任持てと、そうそうです、ね、あそっか、はい、そうなります、やっぱりそうですね、天国行くまでやめれないっていうのはもう、はい、見捨てないですよ、最後まで目がちょっと怖いということで、じゃあ後半もお聞きで楽しみたいと思います、はい、はい、ということで前半はここまでで、また後半お会いしましょう、さようなら。